はい、すずるの道の愛してるということで運動後みたいになって、あーもういいやついいやつ書いたよ。あ、そっか、これメインの後って言って、そう、へじゃねえそうだろ、マジで。いやもうね、今そのメインでさっき食べてたファイヤーマウンテンのやつを2種類食べてきたんですけど、ちょっと待ったけど、めちゃくちゃ辛かった。辛かったよね。めちゃくちゃ辛かった。結構ちゃんと辛かったよ、うん、はい、というわけでじゃあ今日はそういう感じでありがとうございました。何の何の動画やねん。まあまあ続きがあるんですよこれ。実はもう一個送られてきてて、それがこちらなんですよ。おいドン、ファイヤー肉カラフト、すする用麻婆豆腐飯。まあまあ麻婆豆腐だから、まあ、麻婆丼みたいにして多分食べるんですよね。鮭の切り身じゃない。鮭ねえだろ。その油乗ってるやん、ほらほら、明太子じゃねえだろ。こういったら魚介系に見えんだよ。アイスのんちゃん、これアイスの、これを枕して寝るわけねえだろ。そんな冷えピタなんじゃない。いや、腹さないでしょ、そもそもこれ。いや、もういい、もういい。冷えピタでも大きくアイスに引っ張られすぎて全然変わらなかった。大きく外れた。お笑いに厳しいわ。はい、作るよ。でもやり方超簡単、湯煎するだけ。おい、この簡単さよね、タクメンっていうか、こういうのはさ。はい、まず待つだけです。引きこもり向けだね。ありがとうございます。お、天性の引きこもり。ガチ引きこもりいるから。食うてや、このシャリシャリのネギ。やだよ、ちょっと食べていいか。配当違うの。いいから一回食べて。まずっ。冷たいネギまずっ。じゃあ、10分ぐらい経ったんで、じゃあ、あっちゃあちゃあ。うわ、いかつ。うーわ、いや、匂いすごい。目いた、目いたですね。ここにネギを入れてもらってさ。あ、ちょっと乗っけてみて。さっきやっただろ、それ。そうマジで見てなかった。知らない。ネギをパーッとかけて、こんな感じでしょ。いけるんじゃないもん。はい、じゃあ完成しました。もう恐ろしく簡単な手順でしたね、本当に。いただきます。くらう。あ、めっちゃ濃厚。え、こんな麻婆豆腐食ったことない。あと、そこまで辛くない。うん、え、超濃厚だよこれ。うまい。うん、うんごこれ。はい。濃厚以外の言葉くれよ。いけ、チャルさん、いけってお願いしますよ。ほんとすごいな。うん、めっちゃ濃厚だよ。ほんと食らう。辛い。ほんと意外と。ただ辛い。ただ辛い。ただ辛い。そんなに。いや、濃厚とかじゃない。あ、マジで感じてる余裕もなく辛いわ。なにこいつ。どうなん、結構麻痺してんのかな。やっぱもう麻痺してるよ、この肩。口唇が分厚い。俺そんな多分辛いの強くないよ、マジで。いや、これ辛いよ。やっぱこれ続けないとダメなやつだ。あ、そうそうそう、間開けずもバン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 もらってくるんじゃない。うわ、辛い。うまい。辛い。これ辛いと濃厚しか出てないと思う。マジで。いや、これマジだ。ちょっと食ってみたって。いやいやいや、死ぬだろ、死ぬだろ。いやいや、いいよ、食ってて。なくなっちゃったよ。うわ、もうリアクションすら見てくれへんの。うわ、それマジで大丈夫よ、それ。あかん、爆発すんじゃないの。でも豆腐を多めにした方が。あ、でも豆腐って熱いからね。そう、関係あれ。あ、辛っ。うわぁ、キャルでこうなってんだからなるだろ、そりゃ。あぁ、辛い。うわ、うわ、痛い痛い痛い。そのレベルまで。あかん、辛い。ここに向かって礼してる。これ無理やって。あ、そのレベル。耳痛い。耳が痛い。どういう効果だから。辛っ。そんなに。うわ、全然うま辛のレベルだ、これ。あ、これがすするカラフトって何っていうか分かんない。普段より辛いのかな。なのかもしんない。うん、蒙古タンメンより辛くないよ、多分。いや、それはない、それはない。嘘だ。蒙古タンメンよりは辛い。でも蒙古タンメン結構ヒーヒーながら食うタイプだよ。何のタイプやねん。そんな、ほんとに。いや、めっちゃ辛いって、ほんまに。そう、もう一回食って。いや、もう一回食ったらいけるかもしれない。なるほど、うん、そのパターン、慣れってやっぱ大事。いただきます。おい、うん、あれ慣れじゃん、やっぱなんか、顔が白くなってって冷たい熱帯魚みたいになってるよ。吹越充タレが吹越充。初めて言われたんだよ、人生で。めっちゃ似てるで、こっから見たら。髪の感じ似てるじゃん、これ。あ、おお。やってやって、神楽坂めぐみ、こうやってやる。そう。太鼓手にから食ってやん、太鼓。どんなマニア向けすぎる、いろいろマニア向けすぎる。何の動画だよ。何の動画で、マジで。はい、醤油かけましょう。辛かった。いや、一口しか食ってないのに、この汗。うわ、すごいくなってる。